僕主言は、李氏朝鮮時代の思想家。字は、中日。語は、燕ば岩尾。朝鮮王朝の英祖13年3月5日に、ソウルの一流ヤンバンの師弟として誕生した。保守化した空論の朝鮮儒教を批判したに、大朝鮮術学者である。著書、両藩伝において、朝鮮の儒者や、知識人やヤンバンを通列に風刺する。しかし、両パや、知識人それ、 事態を否定しているのではないという。清志による侵略戦争の日の延年うロンと堤防うロンによって、李氏朝鮮では半身感情が渦巻いている中、真の先進文物を積極的に取り入れることを提唱した。今の人々が誠に上位がしたいなら、何よりもまず中華の違法をことごとく学び、まず我が民衆の愚順を変革することだ。農耕、養蚕、政党。 薬金から工芸、商業までことごとく学び取る。人が十回やるなら己は百回やって、まず、我が人民に利益を与え、我が人民に梱包を作らせて、相手の健康と利兵を立つさせることが可能になってこそ初めて、中国は見るべきところはないと言ってよい。私は加藤の死である。私はこう言いたい。相関は瓦礫にある。相関は紛上にあると。 このように、牧師元は、清から見習おうという思想を唱える。当時の朝鮮人は、清に頭を下げながらも、内心では小中華思想から来る野蛮人と伏別しており、両オーパンは、朝鮮こそが、民の政党継承者と認識していたが、清を野蛮人と見なす風潮では、生まれることができない思想を、牧師元が生み出したのは、牧師元自身が、 両半から阻害されていたからだという。しかし、清から先進文物を取り入れることを提唱したが、生理学に反する思想と不別、誹謗され、受け入れてもらえなかったという。著作に気候文の熱化日記がある。朝鮮から中国、日本へ渡った人々による気候文の主要なものを集めた、開業はじめの中でも評価は高く、近代春は著書、 朝鮮漢文史学において、新忠史漢の海有力とともに、朝鮮気候文学の総壁とした、受写批判や医者批判や巫女批判で、両判の馬鹿にして、笑い物にした作品がある。短編小説として以下の執筆した。ありがとうございます。